ハローアースノイド。特に奇跡も起こさずアクシズをパンチで弾き飛ばしそうに対するネットの反応をお送りするよ。大人げなくて、情けないモビルスーツ。情け容赦ないモビルスーツ。ロンドベルキング、ロンドベルキング。すごいダブルゼータだからメガゼータと名付けよう。シャーモザクタイプに乗り換えてそうだけど、もっととんでもない事態が木星で起こりそう。こっからさらにヘビーウェポンシステムとかダブルフィンファンネルとか、ロングレンジフィンファンネルとか排入になる余地があるとか化け物か。何と戦うつもりでこんなもの作ったんだよ、シャア。冗談ではない。シャアだってドーベンゲイマルクインマンザク3みたいな機体に乗ってるだろう。チェクシャアの時のシャアがナメクしてるだけで、アムロさんはいつだってシャアを本気で殺す気でかかってるからな。巴投げの後にバズーカを持っていれば。ワンパンでサザビーを粉みじんにする方。一発パンチするだけでサザビーの頭ごと吹き飛びそう。一気でアクシズ破壊を目的として作られた機体。アクシズ押し返す時に足が変形しそう。押し返すんじゃなくて粉砕しそうだ。ビームサーベルでっか。サイコフレーム共鳴ハイパービームサーベルでアクシズをぶった切る方。確かにサーベルこれだけでかかったら、ガウの時みたいにゼベリンでアクシズ切り分けられるかもしれない。かねてか連邦からの信頼度あるロンドベルだな。ブレックス准将が暗殺されずにエウゴが連邦の組織改革に成功していた未来。地球連邦政府が英雄ブライトの後アムロレイに全幅の信頼を寄せている世界線。ネオジオンが復するなの他にもなんかやって、連邦の殺意マシマシになった世界線。実戦装備にあと3週間はかかります。ダメだ、そうよダメよ。整備性とか微塵も考えない試作機を何の説明もなく丸投げされるアストナージし。サザビーの全部の世子孫に対抗するには本来これくらい必要だったと思う。ジオン系にはジオン系の、連邦系には連邦系の良さがある。だからこのくらいがいい。シャアはクイーンマンサみたいなサザビーに乗って出てくるやつ。わざわざ一般兵用のモビルスーツをギラ動画界に更新する金と人手を惜しんでまで、アルパ開発したんだから。クイーンマンサ乗るくらいならそっち使えよとしか。ロンドベルだけでネオジオンの艦隊とネオジオンのモビルアーマーとモビルスーツ部隊を相手しないといけないんだから、これくらいのモビルスーツは用意してあげるべきだった。もとも堪能機で新技術試す余地が少ないこと除けば当人の要求に近い仕様だったし。なんかちゃんと試作機も作ったことになったようだからな。まあ普通のガンダムでしたよ。君の目は節穴か。まあ、すごい殺意でしたよ。横流しされた設計図だと貧相だったのに化け物が出てきて困惑するシャア。ここまでやってくると役にサイコフレーム流してもらえなくて手に入らないと思う。シャアじゃなくてアナハイムのアムロシンパが流してくれるよ。多分面白がってどんどん悪乗りしてくれそうな大火力大好きアナハイム開発部とかいそう。このロンドベル、多分リガフィじゃなくてデルタ海とかリゼルカスタムが配備されてるよな。ロンドベル一般隊員はジェガンカラーの量産型ダブルゼータかな。ハマーンアクシズと戦うの想定で量産型ダブルゼータ作ったんだから、シャアと戦うのに作ったっていい。実際アルファとか出てくるわけだし。きっとロンドベルの権限めちゃくちゃ強くて一個師団くらいの規模なんだろうな。変形しそう。でも、G フォートレスにはなれないんじゃないですか。なる必要ある。変形なくしたら硬そう。逆に変形しないから合成とか増した設計にできるし、余剰スペースもできるしデメリットの方が大きいと思う。逆にダブルゼータは何のために分離合体なんて仕込んだんだろうな。3機の戦闘機を合体させることによって、3機のジェネレーターを積むことができるとか言ってた気がするけど、結局20メートル級の機体にジェネレーター3機詰め込んでるんだから、分離いらねえんじゃねえかな。変形はプラモ視点だと普通に変形するより分離合体変形の方が壊れにくいし、ダブルゼータって移動するのに変形しまくってるのに変形いる、みたいなこと言うのはおかしいと思うの。変形というか G フォートレスは意外と使ってない。エクバで変形中ミサイルが鬼のように強かったので絶対必要。プロレス技使えそうな機体だな。足とゲワンを乾燥しただけなのにめっちゃ強そう。あの、機体。よく見るとボディ外ほぼ乾燥されてるぞ。変形だからスペースとかに余剰ができてるはず。両足にジェネレーター増設しようぜ。平べったい靴底だな。
足の裏から出るフックで隕石とか掴むことができなさそう。ああいうのは靴底からニョキッと出てくるもんだから平たくても大丈夫。これでバックパックもダブルゼータだったらヤバかった。武器太いな。ビームサーベルフット、サーベルのパワーが負けている。シールドどこで保持してるんだこれ。肩、肩にアームついてるからフルアーマーマーク2みたいな感じかな。グスタフカールとかフルアーマーマーク2方式だね。バルカンだけでも強そう。ダブルゼータガンダムのバルカンはニューガンダムほどは印象に残ってない。ニューガンダムのバルカンは強い。強すぎる。メイン武器はダブルハイパーバズーカだな。フィンファンネルも太くなってない。フィンファンネルで大出しそう。ファンネル一発がメガ粒子砲くらいある。フィンファンネルがハイメガ出力増幅しそう。ロングレンジフィンファンネルつけたい。たかが石ころ一つ、ハイメガキャノンで吹き飛ばしてやる。サイコフレームとバイオセンサーの合わせ技だ。ハイメガキャノン。ダブルゼータ本編でもオカルトパワーハイメガキャノンで頭部誘拐してたのに、サイコフレームなんて積んだら吹っ飛んじゃわない。ハイメガキャノンでコロニーレーザーの2割の出力あるんだから、サイコフレームとマグネットパワーが合わされば、コロニーレーザーと同等までパワーが上がるんじゃないか。シャアが死んだんじゃないか。私はいいと思う。サイコパワーで限界出力超えても、キュベレイをコロニーの壁に埋めるくらいしかできてないし。シャアはハマーンカーンかなんかかよ。シャアカーンか。冗談ではない。そうだ、冗談などではない。私は本気だぞシャア。成仏したはずのピンク髪が地獄から舞い戻ってきやがった。最後はコアファイターで火の鳥アタックするやつだろうな。これが出る羽目になったということは所詮は普通のリガジに乗ってたんだろうか。ゼータプラスかもしれない。シータプラスかもしれない。オカルトパワーにオカルトパワーが合わさる。サイコフレームとかない時点で数々のオカルト事象を起こしてたのに、さらにサイコフレーム乗せちゃうのか。オカルトパワー乗ったハイメガキャノンでアクシズを溶断。歴代ガンダムの平均値って考えるとダブルゼータが突出しすぎてるから、本来はこうなるはずだよなって。通過単純に平均値だと初代含める意味がなさすぎるし。だからなんで艦隊相手にモビルスーツで短期特攻して生還するなんて馬鹿げたマシンコンセプト持ってくるんだよ。形にするアナハイムもアナハイムだけど。ダブルゼータとユニコーンちゃんがあまりにも突出してる。サイコパワー関係なくヤバいのはクシーガンダムとかいるけど。ああ、オカルトバリアーだけでハイメガキャノン弾いたキュベレイさんディスってんのか。フルパワー弾くとかおかしいよ。ああ、サイコニャ積んでないって言われたりすることもあるのに。オカルトバリアーだけでメガランチャーの集中砲火弾いたザクスリー解散ディスってんのか。ネオジオン第2の反乱の時、俺は見た。ゼータプラスのコクピットでダブルゼータガンダムから放たれた光を、そして思った、いつかこのガンダムの力を手に入れてやろうと。ハイメガキャノンでアクシズ消滅させたんだな。ビームサーベルでアクシズをみじん切りにしてハイメガキャノンで全部溶かしそう。